痩せる調味料トップ3をお伝えしていきます。大戸屋さんで買えるんですよ。今回はランキング形式であなたにお伝えしてまいりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。今からお伝えする調味料の痩せるポイントはこちらです。化学調味料が無添加なんですね。で、この化学調味料とは何かとちょっと簡単にお伝えしますと、加工食品の裏の原材料名の中に調味料括弧アミノ酸などと書いてある、表記されているのが実は化学調味料のことです。なので、そういったこう商品の裏を見てもですね、わざわざ化学調味料なんて書いてないので、そこをすっごくね、ポイントで注意していただきたいんですね。そうではないと、調味料括弧アミノ酸などと書かれているだけでは、これが化学調味料ってその分かりにくく表記してあるからなんですよね。この材料はグルタミン酸ナトリウムといって、その自然なものではないんです。なので、こういった化学調味料がですね、知らず知らずにあなたが取ってしまわれていると、ここでその太る理由があるんですけれども、あなたの腸内環境が乱れてしまうから、あなたの肝臓が負担がかかって機能がそのうまく使えなくなるから、そしてあなたの味覚がおかしくなってしまうんですね。味覚障害になってしまうからなんです。なので、例えばですね、この化学調味料を取り続けてしまった結果、あなたのその腸内環境がこう悪くなってですね、デブ菌と呼ばれる悪玉菌が増えてしまって、結果そのデブ菌が好む太る食べ物を食べたくなってしまったり、でまたこの化学調味料を取り続けますと、あなたの肝臓がですね、もうすごくその解毒するそのデトックスにも非常に負担がかかってしまうんですよね。で、肝臓が疲れてしまうわけです。そうすると、せっかく体にこう不要な老廃物をこう一生懸命出してくれる肝臓が弱ってしまうわけですから、代謝が落ちてしまって、あなたは太りやすくなってしまうということに、なる要因にもなりかねないということになるんですよね。で、また味覚の問題ですね、こういったのを取り続けますと、味覚の障害が生じてきますから、こうどんどん太る食べ物が食べたくなってしまう、やめられない、止まらないですね。こうなってしまうと、もうどんなにあなたが一生懸命食事制限を頑張っていたとしても、きつい運動を頑張ったとしてもですね、継続的にその痩せることができないからなんですよ。で、過去の私もそうだったんです。こういったの知らなくって取ってる時期があって、もうとにかくやめられないというね、そういった辛い時期があったんですけれども、なので今私は一切この化学調味料は取っていないんですね。なので、ぜひあなたもこれを機会に、こういったものが入ってないかなっていうのをチェックしていただきますと、痩せる体質になることができるんですよ。では、ここから早速痩せる調味料のトップ3のランキング3位からお伝えしていきたいと思います。第3位はこちらです。大戸屋さんで買えるおうちで大戸屋、大戸屋特製黒酢あんの素です。で、こちら1袋で 150g 入ってまして、だいたい 2,3 人前なんですよね。3人前まで。で、ここに液体調味料と書いてありまして、ここが大事。化学調味料無添加とちゃんと表記してくださってるんですね。もう安心して使えます。で、こちらはですね、おいくらだったかと言いますと、1袋です、 2,3 人前で290円でした。で、こちらにちゃんと良心的にですね、レシピまで書いてくださっていますから、この鶏と野菜の黒酢あんの作り方ということで、材料と下ごしらえから作り方まで書いてくださってるんですね。で、1袋あたりの、1人前 60g あたりの熱量、カロリーが 91kcal となっております。で、原材料名をチェックしますと、もちろんこの調味料かっこアミノ酸などなんてね、もう書いていないんですね。で、こちら原材料名をちょっと読んでみましょうね。糖類です。お砂糖は国内製造で水飴、あと醤油、米、黒酢、本ピニ、醸造調味料、濃縮リンゴ果汁と清酒、醸造酢と食塩と加工でんぷん、キサンタン、酸味料が入ってます。一切こういった化学調味料が無添加のものになりますし、
で、私大戸屋さんでこの黒酢あんシリーズすごく好きで、あの行くときは注文する率が高いんですけれども、この液体調味料があれば自宅でも簡単にあの味が再現できるという液体調味料を第3位に選びました。ではどんどん参りましょう。第2位はこちらです。大戸屋の有機丸大豆の醤油です。大戸屋ご飯ということですね。それソースって書いてますけれども、こちらはですね濃口醤油になります。でこちら1瓶で、200ml 入ってます。でお値段がですね、醤油が250円でした。でこちらは、原材料名をチェックしますと、有機栽培の大豆、もちろん遺伝子組み換えじゃない大豆と小麦と食塩 でこれが良いのはですね、美味しさのポイントということで、酸化防止のためのボトルになっていて、こう鮮度をキープできるボトルなんですよね。でこちらがこうボトルをこう押しながら使われると、こう一滴一滴出るタイプになってますから、こう酸化しにくいあの防止の加工がされているので、もうこれすごくおすすめなんですね。やはり食品が酸化するとやっぱ良くないですので、お体に良いものを取りましょうということです。なのでもうこれはまあ濃い口の醤油ですから、もう本当いろんなお料理にも使えますし、もう本当にこうかけるタイプにも使っていいと思いますし、もうとにかくこの化学調味料が無添加のお醤油ですから、どんなお料理にも安心してお使いいただけると思います。ではいよいよ第1位はこちらです。大戸屋特製のスパイスミックスになります。こちら1瓶で 29g 入っております。でお値段は450円でした。でもこれ完全無添加ですよ。原材料ちょっと読んでみますね。クミン、食塩、フェンネル、バジル、タイム、セージ、オレガノ、唐辛子、マジョラム、葛小です。花の、まあ、胡椒の小と書いて葛小ですね。もうそれしか入っていないんですね。でも使い方は自由なんですね。もう本当にあのお肉料理でもお魚料理でも、これを振りかけさえすれば大戸屋の味になるというね、このプロの、まあ、配合のスパイスです。でまた私はあの手作りのドレッシングを作る時にもこちら重宝しております。であなたも普段使われるお料理にこういったもう天然の無添加のスパイスですよねを使っていただきますと、あの代謝も上がりますし、もうとにかくもうなんて言っても完全無添加ですから、ぜひこのスパイスを使って普段のお料理を痩せメニューへと変身させてあげてくださいね。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのような様々な腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが長期的に健康的で綺麗に痩せるを応援しております。でまた私のこういったお話に対してですね、まあ、例えばこの先生スパイスどうやって使えばいいんですかとか、どんな風にあの工夫すれば痩せますかとか、そういったまあご質問をですね、あの多くの方にいただいております。でご質問の受付はこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、皆様そちらをご登録を直接私にご質問されていらっしゃいますので、ご質問の方はいつでもご相談くださいね。そしてこの動画役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンやチャンネル登録していただきましても、どんどんご参加ください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。